ビリングスハウゼンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州シュバルムエーダー群に、属す、マチソン。町名の由来となった、ビリングスハウゼン地区は、メルツハウゼン地区と、行政機関がある。この町の首優である、バーゼンベルク地区との間にある。ビリングスハウゼンの町は、シュバルム川が流れるシュバルム地方南部に位置し、シュバルム川の支流である、アントレフ川やライムバッハ川が流れている。 町役場の所在地は、ビリングスハウゼン地区とトライザとの間にある、バーゼンベルク地区である。ビリングスハウゼンは、北は、シュバルムュタと、北東は、フリーレンドルフ、東は、ノイキルヒエンと、シュレックスバッハ、南は、アルスフェルトとアントリフトタール、西は、ノイシュタットと境を接している。この町は、以下の9つの地区からなっている。グンゲルスハウゼン、ライムバッハ、 ロスハウゼン、メルツハウゼン、ランスバッハ、シュタイナ、バーゼンベルク、ビリングスハウゼン、ゼラ。ビリングスハウゼンの町議会は31議席からなる。ロスハウゼンの上官庭園、ロスハウゼン地区では2008年まで毎年2つの音楽祭が開催されていた。現在も8月の第1週末に開催されるクランクフロインで EV 主催のワールドミュージック。 フェスティバルと2009年以降開催されなくなった7月のロスホイザーグルダーフェラインのロックイムパークである。連邦道 B254 号線が長域の東部を通っている。アウトバーン A5 号線のアルスフェルト西インターチェンジは約 15km の距離にある。この町は北ヘッセン交通連盟に加盟している。マインベーザー鉄道のトライザ駅びノイシュタット駅は それぞれ約 6km の距離にある2010年3月初めからビリングスハウゼンランスバッハにバイオマス施設が稼働している。この施設は1時間あたり約350ナノメートル3のバイオメタンをこの地区のガス配給網に供給している。ありがとうございます。